皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、デノの DP3000NE、 まあセッティングからちょっとしたチューンアップからみたいなね、まあアクセサリーによるチューンアップからみたいなところが始まって、どんどん僕の熱が高じてきまして、最終的にカートリッジをですね、エロイカ GX ゴールドリング、まあこれはね一番最初5万円ぐらいだったんですよ。これは今5万円ぐらいの時に買ったカートリッジで、今はエロイカはですね、LX の要は低出力タイプがですね135,000で、ハイ出力タイプ、高出力タイプがね確かね145,000だったと思うんですけど、一応ね MC ポジションがあったとしても、これはね高出力タイプの方が音はいいです。というのはやはりここからね低い電圧で出すよりも、ここから高い電圧で出した方がいろいろなところのロスが少ないので、やはり例えばヘッドシェルの中に昇圧トランスが入っているタイプとかありますけど、カートリッジの出力電圧は高い方が音質的には有利です。まあこれも先ほども言いましたように絶対ではありませんけど、有利なことが多いです。なので、もしこの放送を見てエロイカ GX 買いたいなと思った人は、高出力タイプを買っていただくのがいいかなと思います。まあもちろんすでにかなり上質な昇圧トランスをお持ちであれば、低出力タイプでもいいと思うんですけれども、10万円以下の昇圧トランスであれば高出力タイプを買って MM で聞かれた方が僕は音がいいというふうに思います。でこれはですね、カートリッジのリード線もですねかなり太いものに変えてあって、まあこれはね市販はされてないんですけど、リード線とかね、まあその他にも例えばカートリッジのこのボディにフェルトを貼ってね制振してるとか、あとこのヘッドシェルとカートリッジの間にグラファイトを使ったインシュレーターを入れてるとかも、このカートリッジのここ自体もフルチューンです。はい。ということで、このフルチューンした僕のお気に入りのエロイカ GX をですね、で、レコードを聴いて、そして同じ音源をですね、CD で聴いて、で、今回はハイレゾないので、CD からリップした 44.1kHz 16bit のデータを、ボリューミオのリボ経由、同軸デジタル入力で聞き比べてみようと思います。それではまずレコードから聞いていこうと思います。Spinning round.
アナログでね、ザ・フール・オン・ザ・ヒールを聴いてました。最後ちょっとね、外のバイクの音が入ったかもしれないんですけど、では次はね、デジタル CD で同じ曲を聴いてみようと思います。Spinning.
ディスクでね、同じ曲を聴いてみましたけども、もはやね、もうほとんど差がないんで、私からは、あまりコメントないですね。実際に、収録した音を聴いていただいて、お客様皆さんがね、判断していただければというふうに思います。はい、ということで、もう USB 入力と、SPDI の比較はやったので、今回も、切り替えもね、結構、USB と SPDI 簡単にいくかなと思ったんですけど、リボの再起動が必要になったりしたんで、さっきもしかするとスムーズにいくかもしれないんですけど、もう面倒なのでね、SPDIF 入力のまま今度ネットワークで聞いていこうというふうに思います。それではザ・フール・オン・ザ・ヒール、ネットワーク入力、注意のサーバーからですね、ルーンサーバーのソフトを使ってリボのボリューミーを SPDIF 接続で AirVo の VRDS701 スペシャル、こちらで、The Fool on the Hill 聞いていこうと思います。Spinning round.
ザ・フール・オン・ザ・ヒルね、3種類の方法、レコードと CD と、ネットワーク入力聞き比べてみましたけど、もう事実上僕にはもう音の違いはそんなに分かんないです。一番最後の音が一番良かったと思いますけど、先ほどもねお話ししたように、音って聞き直せば聞き直すほど記憶が蓄積されてよく聞こえるっていうことがありますから、まあ実際にはこの収録した音をもう一回ね逆順で聞いてみるとかブラインドで聞いてみるとかしないとね、本当のことはわからないかなっていうぐらい、今回のあの聞き比べってそれぞれの音が近いと思います。はい、ではね、聞き比べの最後は峰純子さんが歌う Here's That Rainy Day ですね。これをレコード、CD、そしてネットワークのボリューミオリボの SPDIF 入力、デジタルプレイヤーはエアボの VRDS701 スペシャル、アンプはエアボの PM12OSE マスター、スピーカーは B&W702S3 のピアノブラックですね。こちらで3つ聴き比べていこうと思います。I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they taught me about. And I left at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside after it broke my lover knee? Funny how love becomes a cold, rainy day. Oh, funny that rainy day is here. Thank you.
a cold, rainy day. Funny, that rainy day is here. ミナ純子さんのね、Here's That Rainy Day をレコードで聴いてみました。このレコードがね、僕が中古で買ったものなので、ちょっとパチパチ言いますけど、なんかね、そういうパチパチっていう音とかノイズもね、なんかレコード聴いてるっていう雰囲気がして、決して悪くないですよね。で、最終的に、この DP300NE を、初めて開墾して、そして僕今初めて聴きますからね、自分で。そしてわずか6時間も経たないうちにここまできちっとした音に仕上げることができました。まあ、これがね、まあね、自分で言うのもなんだけど、プロの経験ですよね。こういうことができてこそのやっぱりプロだと思います。で、別に僕はそれを自慢したいわけじゃないんですけど、やっぱり若かりし頃、まだ元気だった頃はね、もう気がついたら外が明るくなるっていうぐらいまで納得できる音が出るまで、こうオーディオ機器のセッティングをやったりいろいろしてきて、その経験があってこその今なので、で、その経験があってこうさらっとね、何でもできちゃうけども、やっぱりみんないろんな人はね、そのこれってね、ある種パズルみたいなもんだと思うんですよ。だから、その、僕に聞けば、まあ、一品館に尋ねれば、パズルのね、答えが分かっちゃうんで、まあ、それね、抜け道してパズル解いたみたいなんで、それはね、ある種面白くないかもしれないし、違うかもしれないなっていう時もあります。でも、このパズルの面白いのは、これは一つの答えであって、正解かどうかっていうのはね、これはまた違うんですよね。正解が一つじゃないのがオーディオで、まあこれと全然違うやり方で、いい音、気持ちいい音が出てもいいと思うし、音の心地よさとかね、まあこれは食べ物と同じで、人それぞれ好みがあるんでね、一概にこの音が万人が好きとは言えないんで、私はまあこういう方向で、こういうふうにすると気持ちがいいんで、こういう音で聞いてますというような感じですね。はい。でも、やっぱり専門家、プロっていうんであれば、まあ、評論家とかね、そういう人に何かを示唆する立場にあるんであれば、責任を持って、いろいろ勉強して、音のこともね、機械のことも勉強して、ちゃんとできるだけこう、正しいとは言わないけども、癖のない情報をお客さんに伝えれるようにしていただきたいなっていうふうに思います。僕も、まだまだ、若輩者だと自分では思っているので、まだまだ努力していろんなことを知りたいなと思うし、自分が知ったことはこの YouTube の動画を通じて残していきたいと思います。ね、人にやっぱり教えてもらって、そこからさらに成長するっていうのがね、これがやっぱり一番人間としてのね、魅力を高めるいい方法だと思うので、いろんな情報を集めてね、ぜひ自分でやってみてほしいなっていうふうに思います。ではね、続いて CD で He Has That Rainy Day を聞いてみようと思います。Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they told me about, and I left at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that my lover near?
はい、CD で聴いてみましたけども、あのエアボーね、あの CD プレイヤーいろいろ出してますけどね、レクダイの CD プレイヤーの中でね、やっぱりあのこの VRDS701 スペシャルっていうのはね、かなりよくできた方だと思いますね。もちろん全部あの僕の自信作でいいんですけど、やっぱりこのあのメカニズムがね、あの刷新されたっていう、僕ね VRDS のあのアトラスとかあのごついやつはね、やっぱあんまり好きじゃないんですよね。もっとあそこまで仰々しくしなくても、例えば CC のベルトドライブのように、あの簡単に音を取り出す方法って僕は あるんじゃないかなと思うんですよね。で、同じ VRDS なんですけど、そのダイレクトドライブ VRDS のあの良いところと CC のベルトドライブの良さみたいなところがうまくね、融合したのがこの新しい、これに搭載しているあの特殊なね VRDS メカだと思うんですよね。はい。で、その良さをこの搭載するディスクリートダック、そしてエアボーンのカスタマイズがですね、見事にこううまくいって、この CD プレイヤーって僕はあのすごく聴いてて気持ちいいなと思いますね。レコードのあのカスタマイズしたこの DP3000NE の、まあ本体は改造してませんけど、カートリッジとかね、電源ケーブルとかをカスタマイズしたものと結構いい勝負するじゃないですか。で、これが36万、まあ、カスタマイズいろいろして、その日を入れると45万、これも45万ということで、大体ね、値段的にはこう、拮抗するぐらいの値段で、それでね、あのデジタルとアナログが同じようにいい音で聞けるっていうのは、なかなかこれはね、素晴らしいことだなっていうふうに思います。ではね、最後、さらにプラス15万円かかりますけど、ネットワークというね、便利さ、そしてこれだと、Amazon Music とか、最近、スタートするあの古物かなとか、あとはあの僕が使ってるタイダルとか、まあ、そういったあのストリーミングサービスで音楽を聴くことができます。そうか、 YouTube プラグインがあるんですけどね、僕ちょっと使ってないんですけど、一応 YouTube もこれあの再生できます、リボだと。ただあの YouTube 再生しても映像は出ないんでね、あのそこはあの注意が必要なんですけど、一応ね YouTube の音は出せるっていうふうに聞いていますので、まあ、一応このリボを付け加えていただければ、これで CD も聴けるし、ネットワークも聴けるということになりますね。で、SPDIF 入力で最後ね、Here That Rainy Day を聴いていこうと思います。まあ一応それをね、あの最後に聞く前に、一応今日のね、あのまとめをしておこうと思うんですけど、この DP3000NE、いいところはですね、癖がない。非常に素直な音です。そして、安定している。これはね、多分ダイレクトドライブだからと思うんですけど、非常に安定してますよね。回転しているものから音が出てない、デジタルと比べてもレコード の, あの揺らぎみたいなものがないというのがあの非常にいいなというふうに思います。ただし付属しているヘッドシェルはゴミなので捨ててください。もうあんなもの使ったんじゃこの DP3000ME が台無しになりますから、ヘッドシェルはオーディオテクニカの ATLH18H を使ってください。カートリッジはあの好きなものを使われたらいいと思いますけど、デノンの場合103R よりも3012の方が安くて音がいいので、そちらをおすすめしようと思います。で、それ以外のカートリッジであれば、私が好きなのはゴールドリングですね。ゴールドリングのエロイカ GX の、これだったら HX がいいと思います。14万5千円ぐらいかな、ね、昔 5,6 万で買えたんですけど、どんどん高くなってあのそんな値段になってますけど、まあ、そのあたりを組み合わせていただければ非常に気持ちいい音でレコードが聴けると思います。で、今回使ってるのはあのフォノイコライザーはこのねアンプの内蔵のフォノイコですから、フォノイコをアップグレードすればさらに音は良くなるというふうに思います。で、このあのティアックの VRDS701 ベースのですね、エアボーの、 あの VRDS701 スペシャルっていうのは、まだ僕が宣伝してないこともあってそんなに数は出てませんけど、歴代のエアボーの CD プレイヤーの中でも完成度は非常に高いので、あのおすすめしたいなというふうに思います。で、これデジタルでしょ。で、このアンプもね、DQ のアンプなんですよ。でも DQ のアンプでこれだけ気持ちいい音が出るのでね、もはやもうあのアナログだの、デジタルだの、純 AQ だの、あの DQ だのっていうのは、もちろん差はあるんですけど、音楽を楽しもうということに関しては、もうそこら辺の区別はしなくてもいいんじゃないかな。あとは、まあ、あの、物へのこだわりとかね、オーディオへのこだわりとかいうところで、そのあたりを考えていただければいいのかなっていうふうに思います。で、あと、最後にやっぱり言いたいのは、あのオーディオ機器ね、あのオーディオ機器だけじゃなくて、カメラも車も何でもあの高くなりすぎです。で、もうカメラなんてボディだけで今あの50万とか平気で値段つけてきますけど、とか思いますよね。
そしたらね、大体ね、もう5年からね、10年でも大丈夫だと思いますけど、そのね、モデルの古いやつの中古買った方が絶対得ですよ。損得で言うとね。新しくなって映像が良くなったかって言ったらね、画質的には僕そんなに変わらないと思います。カメラ趣味なんでね。もちろん操作性とか 4K で撮れるとかそういう利便性は高まってますけど、画質に関してはそんなに僕変わってないと思うので。で、どうせ、例えばスマホとかコンピューターのモニターで見るんであれば、もう関係ないです。最終的にプリントアウトするんであれば差が出てくるかもしれませんけど、どうせスマホで見るんだったら、カメラはね、そんなにいいもの使ったってどうせ差が出ないんでね。高くなりすぎですよね。で、モデルチェンジするたびにえらい値段上がるし。で、車もね、ポルシェの GT3 が今4000万でしょ。ね、ちょっと前まで1020年前だったら、1500万ぐらいだったのかな。もうそれがもう4000万とかね。だからね、1000万ぐらいだったらね、一生懸命働いて買おうかなとか思いますけど、4000万に達すると、もうこれはね、株価なんかで儲かった金で買うしかないなと思います。働いた金4000万も車に出したくないですもん。ね、他にもお金っていろいろ有効に使うことがありますからね。オーディオも同じで、もう本当に、1個50万ぐらい、スピーカー2個で100万ですから、もうね、それあたりが僕はもうマキシマムだと思います。せいぜい譲って1個100万かな。もうそれを超えると、まあ例えば1台で数百万とかね、もうそれはね、働いて買えるようなものじゃないと思うんですよ。株とかね、そういうので儲かったお金でね、買うんであれば、それは全然いいと思うんですけど、一生懸命働いたお金で買えるレベルの金額じゃなくなってきてるので、それはちょっとどうかなと思います。そういう意味において、このデノンの36万円とか、まあ、エアフォンのそれぞれ45万円とか、ちょっとね、ちっちゃいですけど、まあ、ちっちゃいのはある意味いいんですけど、702S さんのね、ペ100万円とか、このあたりはとてもいいと思います。そして、このあたりの、オーディオ機器の音っていうのは昔よりも絶対僕良くなってると思うので、本当にね、オーディオのハイエンド、もうこれがハイエンドだと僕思います。もうこれ以上のウルトラスーパーハイエンドっていうのはね、もうこれはもうこだわりの世界なんで、購入できる人も限られてくるし、まあ一品館として私としてはこのあたりを、最も高いものとして、だから最も高いものにふさわしい音質を出せるものとしてお勧めしたいなというふうに思ってて、まあ、今日テストしたね、この機械の音っていうのは僕はもう十分納得できる。非常にいい音で鳴ってますから、検討していただければなというふうに思います。では最後にね、ボリューミオのリボを使ってネットワーク SPDIF 入力、エアボーの VRDS701 スペシャル、エアボーの PM12OSE マスター、B&W702S3 でですね、峰純子さんの Here's That Rainy Day を聞いていこうと思います。今回も最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day. They told me about, and I left at the thought that it might turn out